悩める子羊の皆様、こんばんは。一つエピソードを最初に話すとすると、私が現役薬学部生の時、定期試験をクソなめてて7つ不合格に本試験なりました。はい、その時ガチでやばい、死にてえわって思いました。で、祭祀で、全て拾ったんですけど、その時めちゃくちゃきつかったですね。きつかったっていうのは、本試で、落ちて、で、祭祀があって、でその祭祀を、ちゃんと合格できる確信があるところまで持ってったとしても不安が残って、しかも、それが本当に留年になってしまうぐらいの科目数になってしまったらどうしようみたいな、そんなことばかりが再試験までぐるぐる巡って、で病んでいって、通常それぐらいの勉強やれば、合格できるよねぐらいの勉強をしたとしても超悩みまくって、本当にこれをこの出題、この問題が出題されるのだろうかとか、すげえ余計なことまで考え出して、そして、試験直前ぐらいになると、やべえ、もっとやんないとやばい、みたいな、変な感覚になって、そんな寝ずに勉強し始めるみたいな、そんなことをしだすので、まか不思議な現象ね。なので、そんな人間でも、国家試験合格して、で病院薬剤師として働いて、そしてその働いた病院薬剤師は DI 責任者になり、そして薬剤部長の次の地位まで上り詰め、論文も書き、学術発表も定期的に例年発表し続け、そしてこのような動画で薬学部攻略予備校、そして薬剤師国家試験攻略メソッドっていう、薬学部生とか国試浪人生とかを国家試験に合格に導く、そんなことをしています。そして教えた教え子の合格率通算して 98% 以上の実績を持ってやっているっていうね、そんなことなので、もしタイトル通りに、やばい、私はもうクズで、もうどうしようもない、もうやめた方がいい人生を、みたいな、自殺したい、死にたいとか、私は薬学部に向いてないとか、もう鬱になったみたいな、そんな方多いと思うんですけど、その時は視野狭くなってるので、そう考えてしまうのも無理がないと思いますし、1日とか2日ぐらいはすげえ悩んでいいと思います。ただそんな悩みなんてクソくれなので、そんなことで死ぬ必要はないので、で薬学部に関して国家試験はやれば合格できるので、なので私はダメとかそういったことではなく、あなたも普通に正しい勉強すれば合格できるので、問題ないです。むしろ他の人が合格しててあなただけ不合格になってしまったという、結果があるとするならば、他の人も同様に人間なので、あなたも人間なので合格できます。なので、そんな2日ぐらいはクソ悩んでいいけど、それ以降はしっかり勉強すれば合格できます。そして合格できずにもうどうしようもないみたいな、で辞めてしまいましたみたいな感じになったのであれば、面倒を見ますので、連絡してみてくださいね。そんな感じでございます。悩むのはねしょうがないし、で悩んだっていうことは、その悩みを解決すれば、悩む前のあなた自身を超えてるってことなので、成長できたってことなので、今そのハードルを
まあ、超えることができれば、その分強くなれるので、まあ、超えてみてください。はい。もし、単純に、超えてこなかった人っていうか、ずっと不合格とか、ない人とか、そういった人もいるんですけど、まあ、その人は、まあ、着実に努力を繰り返してる人なので、まあ、それはそれでいいんですけど、不合格っていうことを経験するっていうのも大切なので、まあ、その経験をしてないっていうのも、まあ、ある意味リスクになってくるので、その不合格っていうのを、まあ、すごく噛みしめてやってみてください。まあ、それを糧にできるかどうかは、まあ、あなた次第なんですが、うん、できると思いますよ。それに、まあ、諦めることもあると思うんですけど、何度も諦めても結局合格すれば乗り越えたってことなんで、乗り越えてみてください。はい、それでは。Can I go?